なめくじに塩をかけるとなんで縮んじゃうんだろう。みんなこんにちは、アテナくんだよ。なめくじに塩をかけると縮んじゃうよね。どうしてだろう。実はね、なめくじの体のほとんどが水でできているからなんだ。塩は水分を吸い取る働きがあって、ナメクジの体の水分を吸い取っちゃうんだ。ナメクジの体は 90% が水分でできていて、体が乾かないように体に粘膜をまとっているんだ。ナメクジやカタツムリを触ったことあるかな。ネバネバしているでしょ。あれを粘膜って言うんだ。でも塩をかけられるとこの粘膜も役に立たない。どんどん縮んでいっちゃう。一見溶けたように見えるけど、あれは水分が抜けて縮んだ状態。その後はほとんどはまた元気になるけど、でも死ぬこともある。途中水をかけてあげればまた元気に復活するよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。